さ、ちょっと初めて見に来たファンの人にはちょっとがっかりな試合になってしまったかもしれません。でも8回に抑えて降りてきた篠平君のあの気合、あれがあればパイレーツは大丈夫。常連の人は分かっていると思います。こんな日もあります。また切り替えが